我が力は滅びの力。お前たちを滅ぼすためにある力だ。バル・キュリア。死をもたらす神を擁する帝国に反旗を翻した小国ユトランド。これはユトランドが自由を取り戻すための戦いでもあります。解放戦争を主導した5人の若者たち。これより作戦を開始する。帝国によって奪われたこの地を取り戻す。死神に挑んだ救国の英雄は称賛されることもなく後世こう呼ばれることとなる。彼らは支援に駆られた滞在人であったと。何度聞かれても答えは同じだ。無残に殺されたみんなの復讐を果たす。さあ始めようか。国を巻き込む、戦争を起こす。僕たちは10年耐えたんだ。だが復讐のために戦っている。ええ、止めても無駄。正義など存在しなかった戦い、その闇を希望と熱狂がかき消してゆく。バルキュリアを前にして何もできぬようでは世の首は落とせぬ。どうやったら倒せる。死神をどこを見ている。アムレート。なぜだ、なぜお前は絶望を抱かない。あなたが言ったのですよ。ただ待つだけでは誰も救われないと。君よ、その信念をなすためならば滞在を犯す覚悟はあるか。お前を倒す、バルキュリア。俺は決めたんだ、もう迷わないと。青き革命のバルキュリア。死に抗う RPG。